皆さんこんにちは。浜松山里生き生きレポートナビゲーターの岡本真理です。この番組は浜松市の山あいからの情報発信番組、三作保、佐久間、春野、達山、天竜、稲佐、山里の魅力満載の情報をお届けしていきます。浜松山里生き生きレポート、この番組は浜松市の提供でお送りします。浜松市は全国で2番目に広い面積を持ち、海も湖も里も川も山もと豊富な自然大地に恵まれています。しかし面積が広いということで、同じ浜松市でも知らないことがたくさんありますよね。浜松山里生き生きレポートでは、私が直接現地へ赴き、山里のいろいろな魅力をお届けしていきます。山里の気候はどうなのか、今の季節は何がおいしいのか、山里のこんな楽しみ方、あんな楽しみ方をお伝えします。週末のひととき、山里への思いを膨らませてみませんか。さて今日は、早いものでもう5月も終わりですね。今年度はコロナが落ち着くまでは、毎月最終放送週はコロナに負けるな中山間地域応援ということで、テイクアウトできるお店やお取り寄せグルメ、そして地域で頑張っている皆さんを紹介していきます。ということで今回私は浜松市の中心部から車でおよそ1時間天竜区横川、今日はすがり地区にやってきました。すがり地区の竹早神社の境内では、毎月18日にすがりおはこ市が開催されています。すがりおはこ市は、旬の採れたて野菜などを販売する地元の方をはじめ、すがりを愛する人たちがワインや焼き物、手作り品など、それぞれのおはこを持ち寄る朝市です。さて今回はこの毎月18日に開催しているすがりおはこ市に出店、そして普段は道の駅一服どころ横川の敷地内で営業、さらに通信販売も行っている天竜楽市、今月シーズンを迎えた天竜の特産品を販売しているんですよ。さあそれでは天竜楽市について、天竜楽市の森下薫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。天竜の今の時期が旬といいますか、はい、特産品を販売されているということで、はいはい、ずらーっと並んでいるんですが、はいはい、こちらは、はい、もう天竜のお茶。そうですね、はい、天竜の採れたお茶ですね、はい、今年の新茶です、はい、天竜のお茶専門店、はい、そうですね、あの天竜と春野の天竜区内に採れたお茶をね、いろいろこう集めてきて販売しております。こんなにたくさん種類があるんですね。あるんですね、あの静岡県で 90%、うん、9割やぶきたなんですけど、割とね天竜の場合個性的な珍しいレアな品種が多いです、はい、で例えばこの印刷131ってあります。印刷131、これ明治の頃にインドから持ってきたねマニプリ系統の、品種を改良したものですね。辰川っていうのも地名、これね辰川の、ね、在来ってね、もともとあったものですね、ええ、まあ矢吹田ができたのは明治の頃なんですけど、はい、ええ、普及したのは戦後なんですね、うん、でこれ在来っていうのはそれ以前に、品種が普及する前の、うん、まあ、そのままあった茶の木なんですけど、ここの畑はもう明治の頃から多分ずっとある木なんで、もう樹齢100年以上ですね。すごい。もう天竜は昔からもうお茶が特産品だったんですね。あの江戸時代にさ、金谷と森と、二俣の茶商がで、江戸に下ろしてた。でそれを遠州茶と言ってたんですね。だからそれが遠州の山のお茶。だからちょうどこの神社がありますよね、はい、ここのとこに道があるんですよ、県道63号線っていうのを走ってます、はい、だからここの道沿いとは実はそのお茶の、もういいお茶が取れる道沿いなんですね。いいお茶ができる条件っていうんですかね、どういったものが揃ってるといい。そうですね、まず天竜川がありますね、はい、で川の霧がかかる、川の霧がかかる、これはね重要ですね。でお茶っていうのは紫外線がね、あんま当たらん方がいいんで、霧がかかると割と紫外線カットされる、はい、でそれで甘みと旨みが強いお茶になる。それからね、あと一番大事なのは、土です。土中央構造線っていうのがあって、
そこを境に赤石と青石がスパッと分かれてるんですけど、その赤石のところと青石のところでまたお茶の出来が違うんですね。天竜のお茶って青石のところで、青石のでそれから春野のお茶っていうのは赤石のところで、だから春野とか川根っていうと赤石のところで香りがすごく強い。天竜の青石っていうのはやっぱりあの味に深みがある、味が濃いですね。だからアミノ酸の旨味成分がすごい出てくるよっていう。あと標高もすごい大事ですね。高い方がいいんですか？やっぱ高い方がいいです。で色ですね、でこれすごい透き通ってる、透き通ってます。これね、金色透明っていうんですね。金色で透明ですよ。で元々のお茶っていうのはやっぱり浅蒸しであんま深く蒸さないんですね、はい、でそうすると色は薄いんだけど、はい、あの味は実は濃いんですよ。これはねまずねこの印刷1311の渋み、渋み、はい、があって、ね、でもあっさりしててすごく美味しいです。飲みやすい、飲みやすいですね、うん、でも割とねパンチ力もあるお茶ですね、うん、味がしっかりしている、うん、あとこちらはね、これはね辰川のね、これが在来のお茶ですね、はい、昔本当に昔ながらのお茶になりますね、はい、またこちらも、はい、色はね薄いですけどね、うん、飲みやすい、こっちもうあのなんか馴染みのあるというか、そう、これは本当昔ながらのお茶って感じですね。これ4006、静岡の4006っていうね、うん、あの静岡ので開発したお茶なんですけど、多分全国でここでしか販売してない。あ、すごい。もう激レア品種ですね。インドのアッサム系なんで、はい、で割と香りが良くてね、女性人気になって、うんうんうん、香りもすごい豊かな感じ。そう、香りはいいです、うん。花のような香りです。美味しい。これも、うん、すごいなんかすっきり、あ、女性にいいかも本当。女性には人気高いです。うん、全然それぞれ香りも違うし、個性があって違う、ね、味も違って、はい、面白いですね。うん、あと産地で違うとやっぱ天竜と春野での違いがあります。あ、そっか。でこれね茶葉を見てもらうと分かるんですけど、もうこうやって本当に針金みたいにね、うん、こういう風に寄って、これは深蒸しと違って浅蒸しっていうのはやっぱり粉が入ってないほとんどね、はい、だから色は出ない。茶葉がしっかりして色が、だから色が出ないんですよ。これがね明緑というね、お茶、春野のお茶ですね。春野のお茶、はい、ね、色的にはやはり黄色っぽい感じ、香りがね、ああ本当だ、香りが、明緑は本当香りが強い、厚みのある香りです。春の本当に香りが強いですね。うーん、しっかりまた味もするんですけど、香りが、うん、口の中にすごく広がって、またこれはこれで美味しいですね。本当に畑によって本当にあのお茶の出来不出来ってやっぱ変わってきます。すごい条件のいいね、幅下端にまたねご案内しますので、ありがとうございます、はい、お願いします、はい。続いて天竜の横山町です、はい、の茶畑にご案内をしていただきました、はい、すごくいい景色です ね、はい、ね、もう本当に天竜川が、ね、真正面ですね、もうあの天竜川からもう盛大に霧が出るわけですね、はい、それがもうここの茶畑に関わるわけですね。で南向きの斜面なんで非常に、ね、あの条件がいい場所です。茶農家さんがこちらにいらっしゃいます、はい、平賀義幸さんです、こんにちは、よろしくお願いします。忙しいですか、やっぱり。忙しいですね、今もうちょうど適産が終わって今疲れ切ってるところ。午前中とかはもういろいろと、午前中お茶買って、あとこれが終わったらね工場入ってお茶の製造に取る。どうですか今年の出来というのは。そうですね、平均的には、ね、ちょっと味がと香りが薄いお茶が多いんですけど、うん、うちはまあ手入れが良かったせいか結構甘みのあるで香りのいいお茶ができました。平賀さんもうこの辺りではといいますか、すごくもう有名な方でいらっしゃるということなんですが、そうですね、森下さんやっぱり違いますか、はい、やっぱりね、まあ、天竜あの確かに土地はすごくいいです。でやっぱりあの条件的にはすごく、まあ、土もいいですし、まあ、気候もいいです。ただやっぱり あとはね本当の手入れですね。でお茶ってねこれ本当ね、そのお茶を作った人の、ね、人柄とか、ね、思いがすごく出るんですよね。作ったお茶は天竜楽市で購入することができる、はいね、はい、山間地のお茶はね生産量は少ないですけども、味と香りがいいお茶がたくさんできていますので、また皆さん飲んでください。それでは天竜茶専門店天竜楽市の情報をお伝えします。道の駅一服どころ横川の敷地内で営業している天竜楽市、営業時間は午前10時から午後4時頃まで、定休日は火曜日です。なお毎月18日はすがりお箱市に出店しています。現在は天竜の新茶が10種類ほど、6月になると2番茶も並び種類が増えるそうです。試飲もできますから、お気に入りのお茶を見つけてみてはいかがですか。
また天竜の観光情報なども紹介しているそうです。そして通信販売もされている、はい、そうですね。天竜楽市で検索してもらえば出てきますので、うん、はい、検索してもらって店に入ってもらえれば、うん、購入できるようになっています、はい。まあ、店頭ではやっぱ現金販売だけなんですけど、その通販の方はいろんなものがね、対応してますんで、はい、クレジットカードでもね、ペイペイみたいなものでも対応してますんで、通販の方で買っていただいてもいいかと思います、うん。お値段なんか、ね、はい、気になる方もいらっしゃると思うので、はい、ご紹介していただけますか。はいはいはい。まずお茶はね、やっぱ早い時期に摘んだお茶が高いです、うん。なんでオーバーシリって書いてあるこちらね、4月のもうこれなんか半ばぐらいに摘んですから、はい、これが印刷1歳1歳から矢吹田の一番最初ってやっぱ高いですね、はい。でこの辺が2000円、はい、それから100g、はいはい。で、それから4月中に摘んだもの、はい、この八重穂駿河瀬山海早生の品種ですね、この辺りが1500円ですね、うん、はい。で5月に入るとちょっとお値段がね、安くなってきますんでね、はい、買い得です。在来とか、はい、4006とか金谷緑とかね、うん、でこの辺りが今1000円なんで、はい、2番茶になってくると700円とか600円とかそのぐらいのお茶も出てきますんで、普段飲むにはお求めやすいと思います。これ紅茶もあるんですね。あ、紅茶も天竜の製法によってね、いろんなものができるんです。もう今の時期っていうとやっぱコロナで、そうですね、うん、なんかいろいろと大変なこととかもあったりもするんですか。そうですね、うん、やっぱりね、今年は本当ね、全般にやっぱ新茶シーズン、うん、で本当はもっとねバンバンお茶が売れてくれなくて困る、うん、だけどやっぱり売れ気悪くて、これ静岡県のね、農家さんみんな困ってます、うん、なんでぜひね、この新茶をね、うん、やっぱりまだ取れたての新茶、今の時期本当香りが強いです、うん、なんでもらうとね、だから本当に皆さんにね、ぜひ購入していただけると農家さんも助かりますのでね、はい、ぜひね、静岡本当ね、これでお茶が本当にね、静岡の重要な産業ですので、ね、はい、ここね頑張っていかないといけないところと、うん、ぜひ皆さん応援をねよろしくお願いしたいと思います。はい、まだまだこれからもおうち時間過ごされる方っていうのもね、多いと思いますから、喉の渇きを癒すだけじゃないです、心を癒すのがこの天竜のお茶なんです。ですよね、もう皆さんほっと一息、お家で美味しいお茶で過ごしていただけたらなと思います。今回はもう天竜がお茶どころということを改めて知ることもできました、はい、ぜひ皆さん天竜のお茶味わってみてください。それでは次回もお楽しみに。さようなら。この番組ではご意見ご感想、山里の情報など皆様からのメッセージをお待ちしています。はがき、E メールでウィンディーまでお寄せください。宛先は郵便番号 432-8021 浜松市中区さなる台 1-11-27 ウィンディーコンテンツ部浜松山里生き生きレポート係まで。メールアドレスは制作@windy.jp です。浜松山里生き生きレポート。この番組は浜松市の提供でお送りしました。